アーサー王となる獣うなる獣は、アーサー王伝説に登場する架空の怪物。この獣を求め、ペリノア王、パロミデス教、パーシバル教などが冒険を繰り広げた。この怪物は、頭と尾が、蛇、胴体は、ひで、尻はライオン、足は、鹿という異形の姿をしている。うなる獣という名前の由来は、その吠え声が、 まるで30組の猟犬を使って狩りをしているようだ、ということから来ている。に当てた訳語である。うなる獣が最初に見られる文献は、ペルレス坊やコーキルフボンのスイートジュマーランに見られる。このコーキルフボンを元にして作られたトマス・マロリーによるアーサー王の詩では、アーサー王が自分の姉とは知らず、モルゴースと同金し、モードレッドを誕生させた後に登場する。 そのモードレッドがアーサー・王の王国を崩壊させるという悪夢を見た後、アーサー・王は吠える獣が池で水を飲んでいるところを目撃するのである。また、うなる獣はペリノア王やその地を引く者たちがこの獣を狩ろうと探し求めた。マーリンによれば、うなる獣は自分の兄弟に対し色情を抱いた人間の王女から生まれたという。この王女は、 自分を愛する子を作ると約束した悪魔と寝るのだが、悪魔は王女を操り、兄弟に交換されたと訴えさせた。王女の父親は犬を使って王女の兄をバラバラに引き裂いたのであるが、彼は死ぬ前に不吉な予言をする。すなわち、王女は自分を引き裂いた犬の群を思わせるような、騒音を立てる、悪の塊を生み出すであろう、と。うなる獣は、謹慎相関。 暴力、混沌、それから最終的に崩壊するアーサーの王国の象徴として扱われているのである。ペルレス棒では、吠える獣について大きく異なる描写をしている。そこでは、吠える獣は純白であり、狐よりも小さく美しいとされている。著者は、獣をキリストの象徴として描写しており、古き法、すなわち、 イスラエルの十二部族の支持者によって殺されるのである。十三世紀の詩人、ジェルベールド・モンというによれば、クレティアンド・トロアのパーシバル、または聖杯の騎士において吠える獣は、非常に巨大と描写されており、さらには、神聖なるミサ中に死後に吹ける、不熱心なキリスト教徒の象徴として、すさまじい騒音を立てていると解釈される。コーキル・フボンの後、 三分のトリスタンやマロリーの記述によれば、サラ先人ンンの騎士、パロミデス教もうなる獣を探す冒険をしたという。だが、この冒険は成功することはなく、また、パロミデス教はイゾルデへの恋も実らず、苦しみを得るだけであった。コーキルフボンでは、パロミデス教の回収することにより、世俗的な終わりのない冒険への執着から解放される。そして、聖杯をめぐる、 冒険の途中、パロミデスキョは獣によって殺されてしまうのであった。この後、パーシバルとガラハットが獣王を湖に追い込んでいる。OED、クエストにオブハンティングドッグズ、2、ブレイクアウトイントゥー、エーペキュリア、バークアットザサイトオブゲーム、2ギブタン2、バークオアイエルプ、OBS、イクスク、ダイアル、白水シャレディーコ現代フランス語辞典。ありがとうございます。